こんにちは、吉田さん。私がね、一番最初にパソコン買ったのって Chromebook 1万4000円だったと思いますよ。2万円はしなかったですね。というのも2万円がなかったんですよ、その時。で、メルカリで、不要品を販売して、で、それでできた何千円かと新規で何千円かを入れてですね、で、合計で1万5000円ぐらいにして、そして Chromebook なんかね、発売されて半年ぐらいのやつを使わないんで出品しますみたいなのを1万4000円で買った覚えがあります。そしてそのパソコンで、あれですよね、まあ、最初の1億を稼ぐわけなんですよ。どうですか、このね、パフォーマンス1万倍というね、1万4000円で買ったパソコンで1億円稼ぐという、なかなかないと思いますよね。で、その Chromebook は今でもね、私の、全ての原点として、まあ、売らずに捨てずに置いてあるんですよね。もちろん電源を挿すことはもうないと思いますけども、いろんな思い出があります。こんな薄っぺらくてね、軽くてね、3キロぐらいだったと思います。本当に軽かったです。どこにも持っていけて、すごくちっちゃかったですから。で、キーボードちっちゃいんでね、私の指ではものすごく手間がかかりましたけども、まあタイピングの速度もそんななかったんでね、ちょうどよかったかなと思います。まあ、それでもう今はないんですけども、エブリオの中古のこのムービーですよね、あれをね、どこに行くときにも持って歩いて、撮影して撮影して撮影してみたいな感じだったですよね。それこそ動画を撮るのがこんなに面白いんだと思いながら、いろんな編集してみたりとか、効果音つけたりとか、テロップつけたりとか、本当にね、昔からなりたかった映画監督っていうのに、あ、ちっちゃな映画館が自分で経営できてるなっていうところだったんですよ。で、視聴者はまずは私ですよね。本当に自分で自分の動画見てすごく楽しくって、それが未だに続いてるって感じですよね。作るのも楽しいし、出演するのも楽しいし、もうね、見るのも楽しいというね。だからそれが私のネットビジネスと言われるものの根底にあって、それが未だに続いてるのかなと思います。その他のメールマガジンとか、まあ、LINE とか、まあ、ホームページとかっていうのはそれに付随して YouTube をするために、まあ仕方なくやってるって言ったらね、大げさですけども、まあ YouTube のネタのためにやってるようなもんですよね。まあですんで今ね、何かをするときに YouTube 撮らないの非常にもったいないなと思いながら、瀬戸康史さんじゃないですけども、開封動画っていうのは大体撮るんですよ。だからなんか小包来るじゃないですか、なんかこう定期購読の雑誌来るじゃないですか、開封する前に必ずカメラを設置してビリビリビリって破いて、これが来ましたとかね。今日もね、実は康史さんって方からおまんじゅうをね、いただいたんですけども、こうやって佐川さんが運んできたときに、そのまま包みのままカメラに置いて、カメラのボタンを押して、そこを剥ぎながらね、こんなもんもらいましたみたいなやるわけですよ。もうとにかくね、ワン動作ワン動画みたいな感じで、もう自分の資産をそこに埋めてるんだなっていうのと、やっぱ一つね、私はね、家族を持ったからなのかもしれませんけども、私の子供とか、それから子孫とか縁のある方が私の動画をね、将来見て、あ、久保哲郎はこんな人生だったんだっていうふうに思い返してもらえるんじゃないかなっていうのね。そうすると私も人の記憶の中で生きてるんじゃないかなっていうところがあったりとか、なんかそういうのをね、ちょっと思いましたね。まあそれがメインではないんですけども、私はもうとにかくこの行動が面白いんで続いてるってことだけですね。そして服を買うときも必ずですね、YouTube で撮るときにはどんなシチュエーションで着ようかなとか、どういうふうに見えるかなっていうのを気にするわけなんですよ。まあ今はね、寒いんで反転着てますけども、中はね、シャーズナブルのパーカーですよ。これもだから動画映えするんじゃないかなと思って買うわけですよね。で、そして帽子もですね、髪が早さんの時は帽子をかぶってね、あとパーカーもジョジョのやつにして、まあ、ジョナサン・ジョースターとジョセフ・ジョースターのね、アイノコみたいな、あ、空城ジョータローか、あんな感じでやりますけどね、まあ、ジョジョのおじさんっていうふうに呼んでくれるような、そんな視聴者さんもいてね、非常に楽しいなと思っていたことでございます。まあ本当に1台のクロームブックから人生は変わったのかなと思いますし、そのパソコンを買おうと思わせた、そのスマホアプリセミナーですね。あれもなかなか面白かったかなと思いますよね。だからやっぱりね、私はこうね、ある意味その吉田さんのプロデュースで、その山口陸さんを、まあ、引き出せるっていうかね、山口陸さんを売り込んでいこうと思ってあのプロジェクト組んだと思いますけども、まあ、購入した私がね、結構いい思いをさせてもらったなっていうところと、あとで、ね、私がうまくいくことによって、私にその商品を売った人がうまくいくっていうのは両方とも良くなるっていうことがあると思うんですよ。一番良くないのは教材を買った人がやらずに失敗することなんですよね。そうすると売った方もがっかりすると思うんですよ。まあ金銭的なものはプラスになったからいいだろうけど、でもやっぱりね、自分の売れた商品によって実績が取れるっていうのは
次のセールスにも生きてきますからね。だからやっぱそういう意味でも私の恩返しっていうのは自分が実績を作ることだと思っていましたし、今でもそう思ってるんですよ。まあ、ですんで今回ねこうやって未だに吉谷さんとやり取りが続いてるってことは、私がどっこい堂々とこうやって生き延びているということの何よりの証明でもありますしね。まあ、よくね稼ぎました売りましたって言ってますけども、まあ私とかじゃないですよ。聞くのはちょっと残念なねお金の作り方をしちゃってたりとか、あやふやのものをね売り続けてるとかね、なんかそれでも売れ続けるのはすごい大したもんなんですけども、なんかそういうルートでは私はなかったんで、とにかく等身大の自分を発信することによってね、それを受け入れてくださる方と、まあ、一定期間付き合っていけるかなっていうので、ね、本当に過ごしやすいなと思ってます。特に動画っていうのはリアルを伝えるのにはものすごくいいツールで、もちろん嘘を切り取るにもすごくいいツールなんですけども、私の場合はね何の編集もしてないんで、本当にね嘘ついたらすぐバレるみたいなねそんな形でございます。最近はねポイントサイトのモッピーで本当にねなんかがっかりするようなことが多いんですよ。あれが儲かります、これが儲かりますっていう人に限って自分のアカウントとか絶対見せないし、それなんか分かってて言ってるのみたいなことがね結構多いんですよね、ポイントサイトね。私もポイントサイトちょっと落ち着いたんでリサーチのために人の動画を見るんですけども、まあやってない人がねやったかのようなこと言ってることばっかりなんで、これを真に受けてポイントサイトやっちゃうと、まあ挫折してポイントサイトなんてインチキだっていうふうになるでしょうね、きっとね。だからやる人が本気で取り組まないと、で地道なことをね延々とやらないと、それはね簡単に稼ぎますとかそういうレベルになってくるんですよ。ポイントサイトで簡単に稼ぎますって違う、簡単に稼げる人もいるけどもそうじゃない人がいて、どちらかというとポイントサイトに来る人っていうのはお金の稼ぎ方で挫折してもう最後の砦だと思ってポイントサイト行ってるわけなんですよ。まあ、ですので本当にねその人でもできるようにやっていかないといけないかなっていうふうに思いましたね。ということでね、高級なパソコン買う必要はないですし、なんかね簡単に稼げるを真に受ける必要もありません。最初は稼げないのが当たり前なんで、稼げる自分に育てていくことが大事だと思いますよね。その育て方の一つが、まあ、動画をいっぱいでやるってことじゃないかなと思うんですよ。こんな単純な時代はないですよね。ブログをたくさん書くとかコピーライティングとか言ったわけですよ。まあ難しいですよ、そっちの方が。動画を撮るのが簡単ですよ。だって記憶が走ってるところを撮っとけばいいわけでしょ、もう究極は。人さえいらないんですよ、意思さえいらないんですよ、そこには。まあでもね、本当にセールスに使っていこうかと思ったら、この動画っていうのはやっぱり自分の言葉でね、自分のセンスを光らした方がいいのかなっていうのとかありますし、あとは自分のね、どんなところからスタートしたのか、まさにこんな1万4000の Chromebook からスタートして最初の1億円を築いて、それからパソコンを買い替えたみたいなね、そんなストーリーはなかなかないと思います。だいたいハイスペックのパソコンで投資家みたいにね画面がバババババっていっぱいあったりとかってスタートを想像すると思いますけども、まあ私のスタートはね、まあ、麻雀牌に囲まれたインターネットビジネスのスタートでしたよ。まあ本当懐かしいなと思います。いってらっしゃい。